町の高台に立つ象徴的建造物アルテナ城、アルテナはドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州アルンソベルク行政管区のメルキッシャー郡に属す小都市である。本市は12世紀に建設されたアルテナ城の麓に成立した。この城は1914年にリヒャルト・シルマンによって世界初の常設のユースホステルとなった。この町は ザウアーラントのレネ川の谷に位置している。海抜511メートルの最高地点は、ノイエンラーデトの市境に位置するコールベルクである。最低地点は、ヒューネングラーベンの海抜145メートルである。地域の面積は44.3平方キロメートルである。地域の62%が森に覆われている。アルテナは、ラインシーファー山地に含まれる。 アルテナに隣接する市町村はいずれもアルテナ自身と同じメルキシャー郡に属す。アルテナ市は西から時計回りにナハロートビプリングベルで、イーザーローン、ヘイマー、ノイエンラーで、ベルドール、リューデンシャイと、シャルクスミューレと境を接している。アルテナ市はダールク、エービングゼンシク、ラーメデシお及び内市街からなる。内市街は1969年以前の旧、 アルテナ市で、アルトシュタット、ネッテンシャイとブライテンハーゲンに分けられる。動植物の種類が少ない、ハインジムゼンドウトブーヒエンベルダーが市域内の自然の植生の大部分を占めている。いくつかの谷の斜面には、かつての林業の痕跡が残されている。小川の谷間には、ヨーロッパハンの木や西洋市でからなる、小さな四所水林が見られる。頭皮や、 トガサーラの植林も広く行われている。2007年の暴風雨、キリルの後、多くの倒木地が草花で覆われた。植林がなされていないこれらの土地には、カバの木や西洋ニワとこが徐々に生えてきている。小さな谷間の植林がなされていない草地では、所々ろどころに菊崎流金花ヤブイチゲ、 プリムラエラティオールなどの印象深い群生が見られる。石灰岩のレンズ上層には山で風化した周囲の地盤よりも植物種が多い。ここではネオティアオバタやアオスズランといった典型的な石灰質を好む植物が見られる。多くの小川の谷が刻まれたアルテナのブナの森は数多くのファイアサラマンダーの生息地である。ミヤマイ森やヒラユビモリは 淀んだ水に生息する。アルテナの鳥類症は森林を好む種に支配されており、合計5種類のキツツキが定期的に観察されている。川ガラスはラーメデタールに定住しており、レネタールには冬になると川アイサがスカンジナビアから渡ってくる。アルテナ市は12世紀に建設された同盟の城のふもとに築かれた。この城は、 ベルク博家の暴流が建設したもので、この家系は、その後アルテナ博、後にはマルク博を名乗った。城の命名の由来は、現在明らかではない。ゲルマン以前の川の名前に由来するという説がある。ブラバントのアルテナ、地方もこれに由来するというものである。アルテナという語は、中びくドイツ語のオールテ、名から成立した可能性がある。アルンスベルク博はこの城の場所を、 オールズナーと考えていた。マルク・ハク・エンゲルベルト3世は1367年12月20日にアルテナに自由権を授けた。アルテナ城は1392年までハクの一族の本城であり続けたが、早くも1198年から大部分をハム近郊の館で過ごしていた。この地域は1609年にブランデンブルク選定工領となった。 1753年10月3日から、マルク・白領の4つの軍の一つとして、アルテナ軍が設けられた。アルテナは1794年に名目上の都市となったが、都市圏は授けられなかった。ティルジットの和役以後、この町と、白領全域は、フランス支配下のベルク大公国に組み込まれた。1815年、ウィーン会議の決議に基づき白領はプロイセンに変換され、 新たに設けられたアルンスベルク県に編入され、現在もアルンスベルク行政管区に属している。第二次世界大戦の間、アルテナには、新衛隊教育部隊を含む多くの部隊が、駐屯した。20世紀前半に、ネッテタールを通り、エービング前、ターレを経由して、イーメルト及びベスティヒ、ヘーマーへ通じるイーザーローン軍鉄道が開通した。さらに、ラーメデタールを通って、 流電シャイトに至るアルテナ軍鉄道も開通したが、1961年に廃止された。レネタールを通る幹線だけが存続している。1969年1月1日にアルテナ軍と、それまで軍独立誌であった流電シャイトが合併して、流電シャイト軍が成立した。これに伴い、アルテナは、ダーレ、エービングゼン、ラーメデタール、グリューネビーゼ、 ナハローとビプリングベルでの一部を合併し、大きく拡大した。1975年1月1日に、リューデンシャイト軍、イーザーローン軍、軍独立士のイーザーローン氏が合併して、メルキシャー軍が形成された。軍の文化局、社会局、及び健康保健局支所がアルテナのビスマルク通りにオフィスを構えた。2015年のドイツへの難民危機の際、 アルテナは全国史の見出しとなった。この町は定められた割り当てである270人に、加え、自主的にさらに100人の難民を受け入れたことから、ベルト紙はアルテナをミュートバーガーの首都と呼んだ。2015年10月3日、2組の難民家族が住む建物が放火された。多世帯住宅の屋根裏から煙を吹き上げた火災は、すぐに消し止められ。 大きな被害は生じなかった。二人組の犯人が逮捕された。この町に登録された保護手続き下にある難民に対するケアにより、2017年5月にこの町に国民統合賞が授与された。市長のアンドレアス・ホルシュタインは2017年11月27日にナイフによる襲撃を受けた。現在わかっている、アルテナに住んだ最も古い。 ユダヤ人の名前は1586年11月11日の財産目録に記録されているリアスである。1738年の住民リストにはサムソンでイフィとヘルツマイヤーの家族として8人及び5人の名前が記録されている。1740、1741年には4、家族約22人が住んでいた。 1740年頃の住民記録台帳から多くのユダヤ人が小売店を営んでおり、そのうちの一人が肉屋であったことがわかっている。1845年10月にすべてのユダヤ系住民に対して、それまでユダヤ人が名乗ってこなかった名字を名乗るよう命令が下された。アルテナでは23家族がこれに該当した。1900年には約100人いた。 ユダヤ系住民は1925年には40人になっていた。1932年には23人。1939年には20人になった。アルテナ城と向かい合う現在のアムグ流年ベーゲにあるユダヤ人墓地もおそらく1780年頃に初めて使われた。この墓地に関する現存する最も古い記録は1829年の当規模で。 ジュデン・ベーゲと書かれている。この墓地は1930年までアルテナのユダヤ人の墓所として用いられ、現在もダビデの星を掲げた連鉄製の門が残されている。ここには約55基の墓があるが、墓石の名はその多くが半読不能となっている。いくつかはヘブライ語とドイツ語で記されている。1935年のニュルンベルク法の発布により、 ユダヤ人の立場は突然変わった。アルテナにおいてもユダヤ人商店やシナゴーグに対する排斥運動が起こった。織物商人、男性服仕立て職人、大型店の店主、肉屋、その他の人々が、キルヒ通り、レネ通り、ネッテ通りに店を構えて、長年住民の間に溶け込んでいた。ジークムントハイネマンの店は他の店舗と同じように破壊の目標にされた。 シナゴーグは他の多くの街のように放火されることはなかったが、制服を着た突撃隊員たちにひどく荒らされた。目撃者の証言によれば、トーラーの巻物が焼かれ、アルテナのいくつかの物品が保管のために、城西博物館に運ばれた。残ったものは砕かれ、既存された。建物には最後に残ったユダヤ人が住んでいたが、1942年にドルトムント経由で、 強制収容所に移送された。礼拝所に関する文献上の証拠はトロンペーターという名前の市長によって作成された。これによれば、その礼拝所は1778年に、現在は不明の場所にあった。また、30年間賃貸しされた後1808年に、購入されたという最初のシナゴーグの場所もわかっていない。最初のシナゴーグの使用は、 時期的に墓地と一致しているように思われる。二つの目のシナゴーグは、1828年、1829年から、町の中心部、キルヒ通りにあった。このシナゴーグは、ポツダムのプロイセン宮廷からの精霊により、ホムヒーデッシュワンハウスとする認可を得た。その後この建物には、映画館、セントラルシアターが入居した。1980年頃に解体された後、 現在ここには大規模、ファッションビルと向かい合う駐車場が建設されている。三つの目のシナゴーグは1914年に獲得され、現存し、現在もシナゴーグが建っている、フリッツイコール都名通り17番地の住居にあった。当時アルテナには11家族のユダヤ人が住んでいた。集団はあったものの、雇用された教師がいる学校もシナゴーグに属していた。教師がいない、子どもたちは、 町のキリスト教系の学校に振り分けられた。振り分けられた学校は、後に1914年から、シナゴーグの向かいに位置することになる、高等女学校や、青年ギムナジウムであった。以下の表に、それぞれ12月31日時点の人口を示す。アルテナ市の人口推移、アルテナは特に大きな人口の変動を経験した。 それは早くも1970年代のオイルショックに基づくものであったが、徐々に進行する金属産業の衰退に特に大きな影響を受けている。1990年から2005年まで西の人口は15%の減少を記録した。アルテナはこれにより、最も急速に人口が減少した自治体として、ノルトベストファーレーン州の中でも特別な位置に置かれ、 ベルテルスマン財団により、ノイエス・アルテルン・イン・デア・シュタットプロジェクトのパイロット都市に選ばれた。このプロジェクトでは、人口動態に関わらず、町が生活の質を維持することを支援することを目的とした。これにより、居住状況、健康増進、あるいは市民運動への参加不足などといった問題の改善が試みられた。このプロジェクトは2006年から2008年に実施された。 2006年には60歳以上がアルテナ住民の28.3%を占めていた。このプロジェクトによりアルテナ市は2008年6月に NRW 銀行とノルトベストファー練習内務省が選ぶイノベーティブな自治体のための NRW 賞を受賞した。徹底的な緊縮政策と人員整理、さらに市民の社会運動参加の大幅な増加によって この自治体は注目を浴びた。アルテナは EU 内の他の8つの自治体とともに EU 地域振興のアーバクトプロジェクトに参加した。空き家状態を解消し、死んだ街のイメージを変えるためにポップアップストアの奨励などが試みられている。アルテナの福音主義、ルター教会アルテナのカトリック聖マテウス、教会住民の47%がプロテスタント。 23%がカトリック、その他の30%がその他の宗教、または無宗教である。カトリックの5つの教会のうち3つと2つの福音主義教会が町の人口動態の影響で閉鎖された。ベスト・ファーレン福音主義教会には4つの教会が属している。ローマイコールカトリック教会は2カ所が存続している。福音主義自由教会連盟には、 アルテナの4つの組織が加盟している。福音主義自由教会バプテスト教団、アルテナイコールダーレの福音主義自由、教会兄弟団、アルテナイコールミューレンダーメデの自由福音主義教会、セブンスデーアドベンチスト教会である。セブンスデーアドベンチスト教会は、ミューレンダーメデ地区に、ベルクハイムミューレンダーメデと呼ばれる、保養、宿泊施設を有している。これらと別に、 アルテナ・エービング・ゼンの福音主義自由教会がある。この教会は、兄弟団運動に加わっている。セルビア正教会組織は、聖シメオン・マランス・ペンデンドン教会に集結する。この教会は、アルテナイコール・ティアガルテンのグラー・フェーバー・ハルト通り一番地に、ある。この建物は、廃止された、ローマイコール・カトリックのイエスの平和教会であった。 コプト制協会は2017年末に2008年に廃止された改革派のうち市外協会を引き継いだ。新首都協会はハルデンベルク通り9番地にある。この建物は1984年に完成した。さらに第一部のミベラなモスクがリューデンシャイダー通り28番地にある。アルテナ市の市長者アルテナ市の市議会は32議席からなる。 第二次世界大戦後の市長を列記する。ズンガラ、金字で、紋章下部に配置された赤と白で構成された山層の、市松模様の帯から現れる、紋章上部からに達する銀色の氷を背負い、金色の冠を被ったブロンドの神の聖人。聖人は自然な色で彩色されている。赤い衣服に銀の帯を締め、青いマントを着ている。右手には銀の剣を持ち、 銀の葉がついた赤い刑罰用の輪の上部に左手を置いている。解説、アルテナ氏の紋章は上部に成人で殉教者のアレクサンドリアのカタリナが描かれている。頭には白の冠を被り、両手に殉教の際の警具を持っている。下部はメルクの市松模様の帯である。成人の図像は市内産の彼女の墓前で誓いを立てた丸く白。 エンゲルベルト3世に由来する。アルテナは以下の都市と姉妹都市関係にある。この他に、アルテナは保護協力関係も結んでいる。その一つが、旧シレジアの都市ビストシツアクーツカである。第二次世界大戦後、数多くのハーベルシュベルト住民がアルテナに移り住んだことが、その由来である。また、両都市の経済的及び地域的関係も、 1952年の保護協力関係締結の背景となった。また、アルテナは海軍に同志がいる。1966年に連邦海軍の高速艇、フレットヒエンと保護協力関係を結んだ。アルテナに本部を置くメルキッシャー軍の文化専門部局は南ベストファーレーン文化地域の調整部署を併設している。アルテナ軍には1976年から 文化リングアルテナ EV があり、文化行事を運営している。フェライン・ベルクシュタット EV が若い芸術家を支援し、フェライン・シュタット・ガレリー EV が、アルテナの文化展覧会を組織している。旧ハリガネ工場、アムフルク・マルク,ク博物館、世界ユースホステル博物館、メルキシェス・ヤキン博物館、ドイツ・バンダー博物館は、そのスペースを統合して、アルテナ城博物館を形成している。 運営母体はメルキシャー軍である。アルテナ体験エレベーターの建設は2012年に始まり2014年4月26日に開業した。これによりアルテナ城への登りが軽減され、さらにアルテナ体験コーナーでは街や城の歴史がマルチメディアで紹介される。この観光施設は組織支援プログラムレギオナーで2013の一環として 主にノルトラインベストファーレン州の出資によって建設された。ドイツハリガネ博物館は見学客にハリガネ製造とこの地域におけるその重要性を紹介している。この博物館は世界的にユニークなものでメルキッシャー軍が運営している。エービングゼン地区においてもハリガネは地域経済にとって重要な役割を担っていた。ここでは旧ハリガネ工場、 アムフルクを見学することができる。ケスター・エムデン館の私立ギャラリーは1975年に設立され、それ以後現代芸術作品に特化している。この建物はおそらく1707年に建設されたもので、その名称はアルテナで名高いかつての所有者、パウル・ケスター・エムデンに由来する。ホルツブリンク城中世に白陵の首であったことから、アルテナ氏には 12世紀に建設されたアルテナ城をはじめ、いくつもの歴史的建造物を見ることができる。アルテナ城は、ほぼ1世紀の間マルク白の居城であり、18世紀になるまで軍事目的で使用されていた。20世紀はじめにリヒャルト・シルマンがアルテナ城に世界初のユースホステルを開業した。ホルツブリンク城はアルテナの街の中心部にあり、 この町で最も古い世俗建造物である。この建物は17世紀半ばに初めて文献に記録され、1970年代から市の所有となっている。現在この城西風の建物は、式典や集会などのイベント会場として用いられている。この建物の前には整備された庭園がある。旧銀在区工房、ホレンダー。現在は映画館、アポロ。 建物、ホレンダーは、1901年に建設され、銀在区市の工房として利用された。ここには、オランダ人が出入りしていたため、アルテナ市民はこの古い工房を、その後教まで、ホレンダーの名で呼んでいる。銀在区工房が閉鎖された後には、ツームホレンダーという名の旅館となった。この建物は1924年に映画館となり、 1930年に初めてトーキーが上映された。1950年代に映画館はアポロという名前になった。この建物は2005年5月3日に保護文化財に指定された。ここは現在まで映画館として利用されている。この建物はネッテ通りの中央に建っている。すぐ隣にはやはり保護文化財に指定されているネッテ通り18番地の建物がある。 ここは1724年から食堂、ピリングとして営業している。聖マテウス教区教会は1896年から1899年にトルトムントの建築家、ヨハネス・フランチスクス・クロンプの設計に基づき建設されたネオゴシック建築の優れた作例である。オランダ出身の志向者は個性的なアクセントとして 柱の硬質レンガ部分やセリ持ちをこの教会に装飾としてもたらした。これにより空間建築に特別な明瞭さが得られた。ビーデンブリュックの彫刻家及び画家が制作した3つの祭壇は完全に保存されている。1996年からリンクイコールオルガンの演奏が行われた。このオルガンは後期ロマン主義様式の全面間に 南ドイツフランス風の音響を持つ、礼拝人以外に数多くのコンサートが行われている。レネ川に架か,かる石橋はラーメデタールと街道との連絡を改善するために1912年に建設された。この橋は中世の橋に変えて架けられたもので、現在はメルキッシュ道路技術文化財に登録されている。この他の見応えのある、 保護文化財建造物として、ミュッケンブルク館がある。また、保護文化財に指定されている、アルテナ改革派協会も見応えがある。プラーク・パウル自然保護区を流れるレネガー本市の地域は、ザウ・アーラント・ロタール山地自然公園に属している。住宅地となっている、集落地域や建設計画の適用地域以外の場所は、例えば自然保護区などのより高度の保護地域に、 指定されていない限り、警官保護区に指定されている。市内には4つの自然保護区がある。ライエンベルクノルトヘレ、アウフデム・ギーベル、プラーク・パウル、ゲスハルトヘレである。この町の有名なスポーツクラブが、VFB アルテナである。そのサッカー部門とハンドボール部門は、1970年代と1980年代に、オーバーリーガに参加しており、 卓球部門は1973年と1976年にドイツマイスターの団体優勝を果たした。この他にアルテナにはボクシングクラブがあるが、その下部組織では合気道や柔道も行われている。ダーレ地区には屋内、屋外プールがある。アルテナ中心部、デネブーファー通り、中世祭りの会場となる。鉄鉱石、水、 木材といった原料が産出することから、この町では工業は古くから最も重要な経済ファクターであった。例えば14世紀から南出の連鉄であるオーゼムント鉄が生産されていた。これが鉄生産の基盤となった。特に針金が製造され、アーヘンやイギリスへ輸出された。1784年にはアルテナ自身にも針の製造工場が開設された。 これ以後、針金製造及び金属加工業が重要な産業分野となった。アルテナでは100年間も貨幣が鋳造されていた。DE マルク効果の未加工鋳造品もこの町で生産されていた。現在もアルテナには VDM メタルスなどの金属加工業者が存在する。この企業はアルテナでニッケル合金や特殊鋼から板金や膀胱を製造している。 アルテナアーバウゲゼルシャフトの本社は1870年の創業以来アルテナにある。鉄道交通アルテナ駅。アルテナ駅はハーゲンからジーゲンに至るルールジーク線の駅である。駅舎は2012年に改築された。イーザーローン軍鉄道とアルテナ鉄道アルテナには1961年までアルテナ鉄道の列車がまた1964年までは イーザーローン軍鉄道の列車が運行していた。彼の駅は現在のアルテナ駅にあたる修営駅とレネ川との間にあり、旅客列車は修営駅前の道路沿いに停車した。イーザーローン軍鉄道の駅はレネ川の右岸側にあり、橋で修営駅と結ばれていた。小型バスを利用したアルテナ市民バスバス交通アルテナでは、イーザーローン、流電車と ベールドール、ヘーマー行きのバスが利用可能である。これらの路線は、ルールリッペ交通協会に属しており、現在メルキッシェ交通会社及びアルテナ市民バスが運営している。市域内では、ブライテンハーゲン、ミューレンドルフ、プラークパウルシクにバスがクネールリンゲム及びティーアガルテンへは小型バスが運行している。アルテナの日刊誌がアルテナー・クライスブラッドである。 2013年末までは、ベスフェリシャ・アルントシャウの地方版も刊行されていた。ノルトベスト・ファーレン向けローカルラジオは、アルテナでは、ラジオ MK で聞くことができる。この放送は、ナンバー68送信書から91.5メガヘルツで放送されている。アルテナ私立図書館、アルテナには4万点のメディアを収蔵する私立図書館がある。ここには、 書籍他に新聞、雑誌、CD や DVD も収蔵されている。この図書館は1864年に設立され、1989年から2棟の歴史的家屋に入居している。この2倍以上の広さを持つのがアルテナ地方研究図書館で11万点のメディアを有している。この施設はメルキッシャー地方及び ベスト・ファーレン地方の地方研究についての最前線に特化している。同じく軍の施設内にメルキッシャー軍の軍立文書館がある。軍文化局と軍社会局はこの町に本部を置いている。この他にアルテナには税務署と区裁判所がある。聖ヴィンツェンツ病院は2017年に閉鎖された。ブルクギムナジウムアルテナ本市には 基礎家庭学校4校と養護学校1校がある。中等教育については、本家庭学校、実家学校、ギムナジウム及び組織上のゼクンダーシューレが、それぞれ1校ある。さらに、ベルーフスコレークが1校ある。ラーメデ本家庭学校とリハルトシルマン実家学校は、2012、2013年の学年から新規生徒を入学させなかった。その後地に、 ゼクンダー州で開店した。この学校は、ノルトベストファー練習におけるこの種の最初の学校の一校として、2012年夏に設立された。最初の2学年は、ナハローと本家庭学校に曲がりしていた。2014年夏に練っての旧、リハルトシルマン実家学校の校舎で第7学年の授業が始まった。この学校の公式な運営母体は、アルテナ市である。 ギムナジウムは、この街の景観を決定づける、象徴的建造物である、アルテナ城にちなんで、ブルクギムナジウムアルテナという名称である。実家学校は、その城に、世界最初のユースホステルを設けた人物にちなんで、リヒャルトシルマン実家学校という名前である。他の私立学校は、それぞれの学校がある、宿命を公名としている。メルキッシャー軍は、アルテナに、 オイゲンイコールシュマーレンバッハ職業補修行等専門学校の文校を置いている。その所在地は、かつてアルテナ、プレッテンベルク、ベルドールの3カ所にキャンパスを有した、レネタール職業学校の敷地であった。ここで、習得可能な最も工事の教育課程は、経済ギムナジウムのアビトゥーアである。アルテナには、市民大学が2校ある。 デネタール市民大学は多くの市町村の目的連合によって運営されている。ラーメデ市民大学は同盟の市区で協会として運営されている。ありがとうございます。